Donc commençons les discussions. Faisons des choses. Finissons tout. Et le Tonkoi. Peut-être nous arrivera-t-il. C'est là. C'est là que Nanba voulait parler, n'est-ce pas? Petit rendez-vous amoureux. ここ、俺のお気に入りの場所なんです。まあ普通の人からしたらドブ川の橋なんでしょうけど。そうなのか。まあこういう何気ない場所ほど誰かの大事な場所だったりするもんだ。この橋から川を流れてくゴミを見るのが俺好きなんですよね。悩んでいたり嫌なことがあっても無関係に時は過ぎる。くよくよしてても仕方ねって教えてくれる気がして、また前を向けるようになるんです。なるほどな。諸行無常ってやつか。ドブ川に教わるとは難波らしいな。どういう意味っすかタク。ハワイやらいろいろ行きましたけど、ここが好きなんですよ。一番と初めて会ったのもこの近くでしたし、だからなんとなくここで桐生さんとも話したくなっちゃって難波ありがとう。ありがとうなお前の大切な場所に連れてきてくれて、また一つ難波という男を知ることができたぜ。まあ知ってもこれといって得はないですけどね。こっちこそ話聞いてくれてありがとうございます。あ、そうだ、せっかくですしここで写真でも撮りませんか。お近づき記念ってことで。なんとも今更な記念だな。でもいいぜ、撮るか。ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね、桐生さん。おう、難波もな。頼りにしてるぜ。Oh la photo. Oh plus 100. Incroyable. Effectuera des acteurs à la chaîne. Oh, encore plus. Allez. Attends. Faut faire ça écho d'abord, comme ça au moins on est bon et on en finit. C'était où? C'était où? Bonne question. C'était juste là. Parfait. Ah oui, d'ailleurs, il y a moins de petits points bleus comme ça, je les ai fait, hein, sauf ceux-là, un peu trop haut level. Bon. Attends, pourquoi pas manger? On n'a jamais mangé ici. Let's go. Ah, Saiko voulait se reposer ici.そうか。まあ慣れた店の方が外れはないしな。だが仲間のおかげでいい発見もできる。おかげでこうしてサイコとうまいラテも飲めるわけだしな。そうですね。いつも私を連れ出してくれたのはみんなだったな。そうか。俺にも昔そうやって連れ回してくれる親友がいてな。思えばあいつのおかげで俺の世界は広がった。仲間のおかげで自分の世界ってのはいくらでも広がるんだ。大切にしねえとな。その人はそうですね、大切。まあおい喫茶店の話から話題がそれちまったな。すまん。いえいえ、むしろキリュウさんの話もっと聞きたいって思っていたくらいなので。俺の話を？それじゃあこれからもみんなで歩くとしよう。今ここであれこれ話すのもいいが、街を歩いて見たものや感じたことを語るのが今の俺のお気に入りでな。最近外でみんなと話しながら歩くのが面白いってよく思うんだ。これまでは一人で突っ走ってばかりだったからかな。だからまた付き合ってもらえるか？もちろんです。私もおしゃべりしながら歩くの好きですから、またいろいろお話聞かせてください。あ、そうだ、せっかくだし1枚写真撮りません？おしゃれなカフェで撮ると映えますよ。別に構わないが、そういうのはラテを飲む前に撮るもんじゃねえのか？あ、まあ細かいことはいいじゃないですかじゃあ撮りますね。いまいち映えてないけど、こういうのもいい記念かも。これからもみんなで街を歩いてお話ししたり写真撮ったりしましょうね。ああ、これからもよろしく。Ouais, ouais, ouais. Ça me rappelle quand j'ai testé un nouveau. Oh là, il y a des pots bizarres. Oh, elle est passée 40. Un nouveau resto.Et que la personne était là en train de filmer tout le machin. Elle m'a empêché de manger. Mais arrête, on s'en bat les couilles. Oui, 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 j'arrive. On est avec 3 hein, cette fois, c'est bon. Calmez-vous. On dirait que Saeko est au téléphone.これからはそんな風に気を使わないで、すぐに知らせてくれる？ええ、よろしく。どうした？何か問題か？はい、ちょっとお店のことで。でも、桐生さんにはきっとつまらない話だし。おお、味？時間はあるんだ。話してみろ。何も遠慮することはねえよ。伝説の極道に相談するにはスケールの小さい話なんだよな。その割にさっきの電話の声は差し迫った感じに聞こえたぜ。そんなお恥ずかしいところを表に出してちゃ、私も店の経営者としてはまだまだですね。キャバでトラブルがあったとしたら、大抵は売り上げが立たなかったか、キャストが引き抜かれたかってところだ。ヤクザにみかじめをせびられて嫌がらせを受けるっていうのもありますよ。清流会はそのあたりには手を出していないと聞いてる。Merci, Master。さすがですね。ええ、実はうちのキャストがライバル店に引き抜かれたんです。もちろん偉人町でもそれはご法度なんですけど、最近は景気が悪くてみんな生き残りに必死なんです。何人引き抜かれたんだ？今のところまだ1人、他に 4,5 人が声をかけられてるみたいなんです。随分大掛かりだな。みんな引き抜かれたらうちはおしまいですね。手塩にかけて育ててきた女の子たちだから、今ほどの戦力は多分もう再現できないんです。そしてもっと悪いことに、私が別の理由で店を畳もうとしてるって噂が出て、引き抜きが起きやすくなっているんです。ん？どういうことだ？ああ、セロッペ DG だ。私がコンサルの社長からアプローチされて、結婚する気になってるって言うんです。実際アプローチは本当だし、そういう目で見ると人によっては私が浮かれているようだったみたい。それで店を畳む噂に信憑性が出てきちゃったんです。なるほどな。そういうことならよその店に移ろうかとキャストの子たちも考えるか。おまけに浮かれている私に気を使って引き抜きをかけられてるって報告も遅くなり、ようやく知らせがあったのがさっきの電話なんだよ。全然つまらねえ話じゃなかったぜ。由々しき事態じゃねえか。私はそんなことよりもはっきり言って店の子たちに遠慮されたのがショックですよ。普段から言いたいことは何でも言ってねって風通しが良くなるように努力してたんだけどな。なんていうか最近面倒見がいいっていうのとおせっかいのラインが曖昧じゃありません？私だけ？人間偉くなったり立場が上がると多かれ少なかれ他のもんと距離ができるもんだ。仕方ね。それよりさっきの引き抜きの話だが、聞いてて一つ気になったことがある。え、気になったことって何です？その引き抜きが初めから仕組まれていたってことはねえのか？仕組まれてたって誰に？ああ、お前に寄ってきているコンサル社長、そいつのアプローチがキャストたちの引き抜きを起こしやすくしたとは言えねえか？コンプロティストキリュウですかね。店のキャストはお前に育てられて恩義を受けてる。普通ならそう簡単に引き抜きに応じねえだろうし、すぐに報告を上げてお前も対処できたはずだ。なるほど、そうだったかもしれません。でもおかしいか？コンサルの社長は前にも言いましたけど、うなるほどお金もあって左うちわです。そんな人がキャバの引き抜きなんかに噛んできます？確かにな。Donc tu fermes boutique et tu l'épouses。彼から私へのアプローチは本気だと思います。もしあの振る舞いが結婚詐欺師の手口だったりしたら、それを見抜けない私じゃありません。そうまで言われちゃ返す言葉もね。ああ、すみません。私たらついムキになっちゃって。じゃあ万が一ってこともあるし、彼の関わりも疑って引き抜きの件調べてみます。気を悪くさせたかもな。経営の素人が余計な口出しをした。そんな風に思っていませんよ。最近私のこんな相談に乗ってくれるのは桐生さんしかいないんだから。ならよかった。またいつでもつまらない話を持ち込んでくれ。そういうことならお言葉に甘えちゃいますよ。いやー、plus puissant. Je dis 3, mais 2. Parfait. Nanba. Voyons voir, la dernière fois que je vais Nanba, il voulait découvrir la vraie raison de son licenciement. Yo Nanba, tonari空いてるみたいだな。ええ、もちろんです。例の件、何か進展はあったのか。覚えてくれてましたか。実は俺、例のドジっ子みやびちゃんに誘われて2人で飲んできたんです。ただデートしましたって話やねんだろ。何か収穫があったようだな。ええ、さすがは桐生さん、よくぞお察しくださいました。彼女からは気になる話があるって誘われたんです。何でも俺が会社をクビにされた理由に思い当たる節があるって。ほう。彼女ね、実はもともとお偉いさんの秘書だったんです。それが会社の事例で急に検品作業の現場に回されて、慣れない仕事を強いられたそうでして、だからだったんですね。俺のいる現場に回された時には失敗続きでドジっ子扱いになっちまってた。お前だけじゃなく彼女も会社に振り回されてたってことか。ええ。そんでここからがさらに重要なんですが、俺の首も彼女の移動も同じ人間が絡んでたんです。この件の黒幕ってことか。ちょいと大げさですけど、そういうことです。そいつはみやびちゃんが秘書についてたある重役だったんです。ほら見てくださいよ、これ。会社のホームページに顔が出るほど偉いやつで、こいつが相当のセクハラ野郎で、秘書だったみやびちゃんに愛人になるよう迫ってた。あ、でも彼女はなびかない。で、会社にその役員からセクハラを受けていると訴えたそうです。毅然としてるじゃねえか。ええ、全くその通りで、その後会社はセクハラ役員を処分しました。でもそれは減俸数ヶ月とか申し訳程度の罰でしかなかった。ここから役員の仕返しが始まるんです。どういうことだ。間もなくみやびちゃんは秘書の仕事を取り上げられて、例の検品作業に異動を命じられたんです。表向きは会社を取り巻く景気や情勢に合わせた通常の人事異動というふうに説明されました。そして俺のいた現場へ回されてきたわけですが、もちろん野郎の報復人事だったに決まってます。表面上役員のセクハラにはもう処分が下ってる。彼女としてもこれ以上は声を上げづらいのか。ええ。で、セクハラ役員はみやびちゃんが検品の現場に来てからもちょくちょく彼女のことを覗きに来てたそうです。そんである時、俺が彼女に優しくしてもらってるのを目撃したみたいで、その役員相当嫉妬深いやつらしくて、それだけのことで俺を追い出すことにしたってんです。これが会社が俺をクビにした本当の理由。この間桐生さんが言ってた第3の理由だったんです。仇の会社も結構ドロドロしてやがんな。そんな裏があったとは。それでそのセクハラ役員ってやつはお前がクビになった後はどうしてるんだ。実はですね、案の定というかなんというか、最近またみやびちゃんにつきまとい出したそうです。随分とやりたい放題だな。まったくその通りで。あ、フォリペテラボフ。お前はこの話を聞いてどうするつもりだ？桐生さんはどう思います？この後俺はどうするべきなんですかね？セクハラ役員に思い知らせる。俺がお前なら多分そうする。いえ、思い知らせるって殴り込みでもしようってんですか？別にそんなことは言ってねえ。だがこのまま放っておくわけにはいかねえんじゃねえか？そうなんすよ。問題はじゃあ具体的に何したらいいかってことです。まあでも桐生さんに話したら少し自分の頭の中が整理できた気がします。そうか、役に立てたんなら何よりだ。いつも話聞いてもらって感謝してますよ。やっぱり持つべきは飲み友達ですね。ならそろそろ酒で乾杯したいな。それはおいおいってことで。あら、パピエブーシュ。え、おめえよ。Allez. Un peu de vraie quête principale. Impossible. D'où tu vas aller? C'est là.これが清流会の。ああ、新しい支部だ。そしてここはかつての東条会本部施設だった。大解散の後ずっと無人でいたわけか。それを今になって清流会が。偉人町以外にここが必要なほど連中は組員を増やしている。話には聞いていたが実際この目で見るとやはり清流会の動きは穏やかじゃないね。桐生さん、この場所に東条会以外の者が我が物顔でいる。そんな光景を見る日が来るとはな。行こう。遠くから見ていたって沢城や海老名と話せるわけじゃない。桐生さん、あんたはあまり目立っちゃまずい。もし素性がバレたら面倒だろ。ああ、そういや孫姫か。よっしゃ、俺が行ってくる。どうも、俺は難波ってもんで。沢城さん、こちらにいらっしゃいますよね？何かご用で？いや、俺はその沢城さんと古い知り合いっつうか、この間ハワイまでの旅費も出してもらったんでご挨拶したいなと。特にお約束いただいておりませんのでお引き取りを。まあそう言わないで、ちょっと話がしたいだけなんですって。俺たち沢城さんに聞かなきゃならんことがあるんです。お通しできません。理由はさっき言った通りです。なんだよもう、じゃあ海老名さんに言ってもらえませんかね、若頭の。俺は海老名さんともこの間話してますから伝えてもらえれば分かりますって。ダメだっつってんだろ。ぶっ殺されてえのかおっさん。What? 清流会、若頭補佐の楢崎と申します。何か行き違いがあったようで大変失礼いたしました。正文楢崎。話せそうなのが出てきたね。海老名の頭より客人として案内するよう言いつかりました。お名前の詮索も不要とのこと。楢崎さんがわざわざこいつらを。若いのは物を知らん。しかしここまでとは思っていませんでした。まさかあなたの顔も知らんとは。改めてご無礼をお詫びします。沢城と話がして。どこにいる？まあそう焦らず、どうぞお入りください。こそいらっしゃいました。歓迎しますよ。清流会の沢城と申します。随分大行な出迎えだな。驚かれたなら申し訳ありません。ですがこれも必要なことなんです。なんせ東条会近江連合なき今、全国の極道の旗印となるのはうちなんですから、それなりの意向ってもんを示さなきゃ連中をまとめ上げることなんてできやしません。下っ端並べて客人に睨み聞かせることがお前の言う意向ってやつか。恐れ入ります。さあ立ち話もなんですから、どうぞ奥へ。頭の海老名もお待ちしています。そこの楢崎がご案内差し上げます。案内は無用だ。なるほど。まだ頭の方は体ほど衰えちゃいないわけですか。なんですって。あんた今なんて言った？おい待てってさっちゃん。いつかこの続きをしてやってもいい。だがただ火遊びしてだけなら今日は急いでるんだ。別の日にしろ。On connaît bien le chemin. C'est vrai. Alors, on va causer à ce fumier aux lunettes de soleil. Oh ouais. Je crois qu'il s'appelle Nara Taki. Il y avait un paquet de types comme ça ici. Ne laisse pas impressionner. Ah, c'est facile à dire. Ah, j'étais à deux doigts d'aller à la castagne. Content de t'avoir avec moi alors. Ah, alors c'est ici le QG du clan Tojo. Enfin, c'était. C'est la première fois pour moi. Ah, c'est dingue d'être ici. Ah, tu sais, il me fait un peu penser au bâtiment du Parlement. Je l'ai visité quand j'étais en primaire. Ah, t'es en train de dire qu'un QG des Yakuza ressemble au siège du gouvernement japonais? Ah, c'est osé comme comparaison. Hey, je comparais rien du tout, je disais ça comme ça. Ah, c'est des lieux de pouvoir alors bon. Enfin bref, rappelle-toi qu'on n'est pas en sortie scolaire. Hey, désolé, je me suis un peu emballé. Ebina nous attend sûrement dans la salle de réunion à l'étage. Hey, t'es régional de l'étape. Vas-y, on te suit. Est-ce qu'il y a des petites choses? Ah, fouillé. Waouh, cet endroit est gigantesque. J'imagine que c'est pour des banquets et autres grandes occasions. Eh bien, on sent reconnaître tous les détails. On voit bien que c'est là qu'ils ont tenu les funérailles des anciens présidents. Oh. Ah ouais? Ah, maintenant que tu le dis, c'est vrai, l'atmosphère s'y prête bien. Ouais, il y en a eu au moins deux, enfin, une vu que l'une des deux n'était qu'un simulacre. Un simulacre? Ils ont simulé les funérailles d'un président? Ouais. Ah, j'en ai entendu parler. Je savais que les coups fourrés étaient à monnaie courante dans le clan Tojo. Ah, mais j'aurais jamais cru qu'ils iraient jusque-là. Ah là, je vais tout savoir, tu m'en raconteras plus tard. Ouais, si je suis d'humeur. Après, théoriquement, 4e président, nous. En Kiryu. Nani, nani wa. Oh non, je peux pas. Pas grave. Bon, bah grimpons. Ah ça c'est du gros vase. Et quelle sauce te fait de l'œil? Oh, tu vas l'estimer pour nos cailloux. Ah vas-y, dis un prix. Hein? Non, non, non. Je suis pas... Je me suis seulement dit que ça pouvait servir au cas où. Au cas où? Quel genre de chaos juste. Ah si, ça n'a jamais... C'était aussi simple de venir ici, la force de l'habitude. Oh. Le danger à tous les coins de rue. Ah, t'es du genre au taquet, Kiryu. C'est censé être un compliment. Bah oui, on peut s'en servir pour quelque chose intéressante. Ah non. Ah Kiryu, ah, c'est vrai que tu as été président du clan Tojo? Ah, brièvement, j'ai lâché l'affaire assez vite. Un mandat express quoi. Ah, une raison particulière? Ah parce que bon, quand on est un Yakuza, on peut difficilement viser plus haut que président du clan Tojo, non? Oh. Ah ouais? Ah, je me suis dit la même chose. Ah c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je rêvais de rouler sur l'or. Mais plus tard... j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus important que ça. Ah. Quant à savoir si j'ai fait le bon choix, difficile à dire. Ah, ah tu as des regrets? Je ne sais pas trop. Ah non. Ah tu sais, si le passé te pèse trop sur la conscience, tu peux toujours te rabattre sur le présent. Dis-toi que les choix que tu as faits, tu as eu raison de les faire. Ah Nanba. Et puis... rien ne prouve que les événements d'aujourd'hui sont la conséquence de tout ça. Sérieusement. Et puis, si tu as besoin de parler, tu peux compter sur moi, d'accord? Et j'ai même arrangé le premier encart des Chiban. Les conseils d'amis, c'est ma spécialité. Ah, ça ne prouverait pas le contraire? Merci. Quand le moment sera venu, je tâcherai de m'en souvenir. Oui, nous verrons. Bon, on revisite tout. Ah, c'est quoi cette bibliothèque? Je sais, j'en sais trop rien. Peut-être pour faire cultiver. Ah bon? Ah dans ce cas, il devrait pas se débarrasser de ça. Ah, je suis bien d'accord. Oh. Nani? Ah, c'est là où il s'est fait. Ah, t'as la salle de réunion? Yeah. Non, pas là. J'ai besoin d'une minute pour me souvenir. Oh non. Ah, des souvenirs spéciaux? Ah, pour tout dire, un jour j'ai sauté à travers cette vitre là-bas. Ouais. J'aurais mieux fait de me taire. Qu'on a voulu m'assassiner. Bon, la grosse tête là. On se vache. Ah, c'est quelque chose. Ouais, j'en connais un qui a du goût. Ah, Kiryu. Ah, c'était déjà là à ton époque. J'espère bien que non. Daigo n'est sûrement pas tombé aussi bas. Et quand même, Il y a peut-être quelque chose là-dedans qui le peur. Ah, sans blague. Je sais plus du tout. Oh, pardon. Bon, discutons avec le patron. On y est. Nanba. Ah. La dernière fois qu'on s'est parlé, je me suis dit qu'on pourrait peut-être lui faire confiance. Oui. C'était nécessaire vu la situation. Ah, mais ressortez garde. Eh. Ouais.やはりご案内すべきでしたかね。迷われたのかと思いましたよ。引っ込んだろ。案内は間に合ってると言ったはずだ。東上界の4代目として今のこの場所がお気に召さないことは察しがつきます。ですがつい最近まで廃墟だったのを我々がここまで直したんです。お前がエビナか。ええ、沢城さんのことは紹介するまでも。ああ、日本中の極道を引っかき回した男だ。無所に入ってたはずが本当に出てきたんだな。俺をご存知だったとは光栄ですよ、桐生さん。どうぞ皆さん。桐生さん、俺と話す気があるならその椅子には座らないでもらえるか。ああ、なんだと。そこは東上界のてっぺん取ったもんが座ってた椅子だ。俺は昔そいつをめぐって何人も死んだ組織の生き残りなんだな。あんたに悪気はなくとも知らねえ奴がそこに座られちゃ愛想よくはできねえ。てめえ、立場わきまえろやこら。いいんだ楢崎。頭、今のがまさに私の期待した伝説の竜だよ。改めましてどうかおかげになってください。では始めましょうか、桐生さん。清流会が組員を増やしてんのは行き場をなくした元坊の受け皿になるため、そういう話だったか。ええ、仇の世界は一度裏に足を踏み入れた人間に厳しいもんで。でも社会復帰できそうな人にまで声かけて組に入れてるって聞きましたけど、孫妃が手に入れた確かな情報です。元坊の社会復帰はあなた方の想像を超えて脆いものです。彼らには確たる居場所が必要だ。それは安定した雇用と言い換えることができる。組に入れているのはあくまでそこへ至るまでの一時しのぎです。清流会はその雇用をハワイに用意するつもりらしいな。さすがはコミュジュルの女王、お耳が早い。我々には縁あってハワイにビジネスパートナーがいるんです。ビジネスパートナー。桐生さんはご存知かどうか。うちで今一番でかいしのぎは捨てられないゴミの保管ビジネスです。ただしその事業は私のアイデアではありません。先駆者がいましてね。それを教えてくれたのがハワイにいるビジネスパートナーで、パレカナという宗教団体なんですよ。え、なんだと？40年前にハワイへ逃げた茜さんを救ってくれた人たちです。どうやらもうご存知のようですね。まあな。話は前後しますが、私には極道の第二次大解散のために沢城さんの知名度が必要でした。で、獄中にいた沢城さんと対話を重ねる中で、個人的な心残りがあると伺った。もちろん、茜さんのことです。そこで私は、彼女を救ったというパレカナに興味を持ちましてね。調べるうちに、彼らのゴミ保管ビジネスを知ったんです。彼らは教団で保有している島があり、そこにうちの倉庫と似た施設を持っています。ネレ島のことか。そこでパレカナもゴミビジネスを。ええ。こちらからコンタクトを取ると、彼らはノウハウを気前よく教えてくれました。我々の目的が罪人の浄化であると理解し、向こうから元棒の受け入れも申し出てくれたんです。つまり、最近清流会に入れたにわか組員たちは、そのネレ島に？ええ。うちが横浜の倉庫でやっているのは、いわば肩慣らし。ハワイでパレカナと進めている方が本命です。ネレ島は、パレカナの聖地だったはずだ。信者の中でも選ばれた人間しか立ち入れない場所だと聞いている。そこによそ者のヤクザをよこすってのか。お詳しいですね。ですが、そこも含めてパレカナは飲んでくれています。それに、うちの連中はあくまでゴミの海運から荷下ろしまでを担うだけですから、実際のところ島にはほとんど立ち入りません。聖地を汚すような行為には当たらない。そう先方は捉えてくれています。お前たちとパレカナの関係は分かった。その上で春日をハワイに差し向けたのはどういう意図だ？一をハワイへ行かせたのは、純粋に前々からあかりさんが会いたいと言っていたからです。だから、清流会の件とは、一応無関係ということになります。沢城、お前は今、あかねさんがどういう状況か知っているのか？どういうことです？パレカナに使われているギャングどもに追われている連中の狙いは、茜さんの連れている女の子だ。捕まればおそらく命はない。なんだって？確かなんですか？その話は。その反応は知らなかったってこと。我々もヤクザです。相手の調べは入念に行いました。まして、パレカナとの提携は第二次大解散の要ですから。こっちが出任せを言ってると？この場では水掛け論にしかならないという話です。今提示できる証拠はあるんですか？そりゃあ。とはいえ、他ならぬ桐生さんからのお話です。無下にするわけにはいかないでしょう。少し時間をいただけませんか？改めてパレカナを調査します。パレカナがもし本当に俺が言ったような連中だったらどうする？ここでもしもの話は控えさせていただきます。ヤクザが一度口にしたことがどれほど重いかは、4代目ならご理解いただけるでしょう。そうか。なら今はこれ以上話せることはなさそうだ。貴重な情報ありがとうございました。状況落ち着きましたら、ぜひお食事でも。そうなるといいな。Est-ce qu'ils étaient vraiment pas au courant? Ebina がブライスの本性を知らなかったかどうかが問題だけどな。今はエビナたちの反応を待つしかなさそうだ。そうだね。そういや、桐生さん、その後やりたいこと増えました？エンディングノート忘れちゃいないでしょうね。覚えてるよ。そうだな。久しぶりに本部なんて言ったからだろうな。一つ大事なことを思い出した。お、何です？あまり楽しいことじゃないんだが、墓参りに行きたい。俺の大切な人たちなんだ。全然いいじゃないですか。俺らもお供していいですか？そうしてもらえると俺も助かる。一人だと少し締めっぽくなりそうだからな。そう言ってもらえると私も嬉しいです。私たちだって桐生さんの力になりたいんですから。ああ、ありがとうな。よし、なら早速向かおう。道案内は頼めるな。ああ、Ah, encore un taxi. À rendre hommage. Oui, mais il y a plein de gens. Hein.